ここ昇竜とか得られなかったの、マジで意外だった。今だから言います。しなかったね。なんだ。この記憶は。全然なかったわ。何のこと言ってんだろ、俺。おらー <laughs> 嬉しそう。最高のシーアルカップだった。ストリーマーの中でまだいるんだぜ。レジェンド級。次ですよ。ほんで。この決勝戦二連覇か。それともありけんが。強豪。ボンチャン撃破なるか。歴史が動く瞬間。

落ち着いてるうわー当たってるどっちだ体力リードが変わっている怖い怖い怖いありきんがボンちゃんをかう取るか京商流大工ここもよくガどうした俺これいいショップるありきんが騒ぐかそれともボンちゃんが攻めきるかうわよくどうしよう

どう,だうわーダルシムはね<や> CA 生で入ると結構削れるんだよに届いたいでも優勝た今だから言いますプッサンとの試合が接戦だったからこそ緊張しなかったね不思議とここ緊張しなかったから見えてたし結構ねそのプッサンとの試合でマジで落ち着けたがゆえに 見えてたよね。あ正直こことプッサンどっちが緊張したかって言われたら俺はプッサン緊張したね。魂のまあそこまで追い詰めたってことですよね。そ,そうですね。これリーサル見てシーエこれねあの俺のスクリーム見てくれてる人ならわかるんだけど俺今回のスクリーム。 こうあの起き上がりぶっ走りへ要所要所で見せてたのスクリームからずーっとずーっとねでそのこの前の動きの時にどっかでね俺の SA をね警戒してるんだよボンちゃんがいやボンちゃんの時にもやってなかったっけな全然なかったわ何のこと言ってんだか俺全然なかったわえでもなんかな,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 ない <laughs> 分 <laughs> かんないけど、なんかその記憶があるんだけど <laughs>、いつより、な、ないあれなんだ、この記憶は投げ押さないのをそれと勘違いしたのかな、俺が1ラウンド目してた、ちょっと待って、見よう。え、そう、え、どっかでね、その置き攻めせずに後ろ下がりしてた部分があったんだよね、ポンちゃんが俺の中の中記憶が。 その俺が最後打った理由としてその1回ブッパをその警戒する動きの後の起き上がりだから打ってやろうっていう気持ちはあったんだよな俺なんだこの記憶はどっかでもボンちゃん起きてめいやどっかでね俺のブッパを警戒してるボンちゃんがいるはずなんだよねなな,ないえあれでもなんか俺ブッパ読みされて後ろ <laughs> あなんだこれでもなんか俺これやってる時はそう思ったんだよ一回物っ読まれたから売ったろっていう気持ちはあったんだよなんかもうテンション上がりすぎて訳わかんなくなってるのかなああ、これ,あ,これあれか俺,俺画面かしゃいけいけー うれ <laughs> しそういやでもよかったねでもでもマジでプッサンに追い詰められたからこそ取れた試合でもあったねマジで不思議と落ち着いてたねボンちゃんとやってる時は上もめっちゃ見てたしなんかあと逆になんかボンちゃんの動き硬いなってのも見えたしで嵐に行けたしねいやでも最高のシアルカップだった いや俺もね、そのドラフトってかその対戦シートはマジどうなるんだろうって思いながらやったけど結論結局なんかいい試合になってよかったなって思ったわいやでもストリーマーのみんなのレベルが上がってて俺は嬉しいよここまで追い込まれるかだか,だからそうだよね多分俺もここまでプッサンたちにやられるかと思ってるしプロもストリーマーここまで来てんのかってなったしすごいなんかそのしかもちょうど1年目ぐらいじゃん今ストリートファイター1年ちょいぐらいじゃん のタイミングで、このなんていうの全員マスターでさ、ストリーマーのレベルが上がってんだぞってのが再確認できる大会で、俺すごいいいと思うわ。なんか歴史になる大会だったなって思うね、今は。本配信の視聴者数も6時間100万再生超えで、過去最高だったみたいですね。へー。でもまだ、でも怖いのがさ、ストリーマーの中でまだいるんだぜ。レジェンド級、レジェンド級の、しかも複数キャラレジェンド行ってる。バケモンがいいんだよ、俺の知ってる人の中に。 俺の知ってる人の中にいるんだよ一人バケモンみたいな犬犬をこうやって抱えてる格ゲークソ強おじさんがいるんだよ、うん、でも逆にここまで来たからタイさんとかもマジで大会出やすくなったりしてしたらいいねやっぱ俺あその上の俺らってさマジで大会とか出にくいからさ本当にその全体のレベルが上がるってのはすげえいいことなんだよね 次やっても、ああ、ダルシムで出ると思うよもう。キャラ編はないかな、俺。6やってる間に。まあ、サブキャラで何かを育てるってことはあると思うけど。そういえば、高木君が板んにスパーお願いしようかなって言われてたやば。まあ、でもいけるっしょ。まあ、レジェンドだったらもう誰でもスパー相手でしょ。ね。はい。ってことで、まあ、正直、今日ね、配信お休みしようと思ってたんだよ。使われてたから。まあ、じあ最近、もう、ダルシムのことしか考えてなくて、マジで、なんだろう。 知恵熱っていうろいろなんかそれでね頭結構パンクしそうにねずっとなってたからね休もうかなと思ったけど振り返りはしときたいなと思ってやりましたまあでも本当にに鳥海さんありがとうだな師匠師匠ありがとうって感じまあこっからはねゆっくりゆっくりやってまあダルシムレジェンド目指しつつまあなんかいろんなキャラまあ、全キャラマスターまだ終わってないしまあ、それもやりつつって感じかなうんだし視聴者コーチングもどっかで入れたいしね やっぱりやっぱり俺がやるのはそういうものをやっていきたいなと思ってるんでてな感じでね応援ありがとうございましたこれからも頑張るのでよかったら0時も見に来てくださいおつおつおつ、はい、おつあ、はいおつあいおつれ様でーすバイバーイ